本日は豪華客船の旅、ロブロックスタイタニック号へご来場の皆様、誠にありがとうございます。ゲストの皆様こんばんは、小田健です。はい、本日はですね、こちらのロブロックスのタイタニックのステージ実況プレイしていこうかなと思います。何でもありますね。先週の金曜かな、金曜ロードショーで前編タイタニックが放送されましたよね。で、今週確か後編が放送されると思うんですけど、なんかね、ロブロックスであるかなと思って調べたらありましたね。はい、結構人気なステージみたいで、今回皆さんと一緒にタイタニックをね、体験していこうかなと思います。結構ね、実際にあったことなんで、なんかすごい歴史を感じるステージなんですかね。さあ、やっていきましょう。さて、始まりました。素敵なメロディーが流れてるね。これはなんだ？はい。今回こちらやっていこうかなと思うんですが、うん。これあれかな？まだ、船乗る前というか、受付みたいな感じですかね。はい。早速、たけしくんがベルトコンベアに流されておりますが。あ！このステージやりましたね、この前。飛行機が絶対に墜落してしまうっていうステージなんですけど、見てない方は見てみてください。概要欄に貼っときます。のんな。なんだお前。なんだこの子乗ってんの？そしてなんか出てきたね。あー、これ実際の記事みたいな感じになってんのかな。はい。じゃあ早速、ゲートが開いたんで、ああるね。あれ？ちょっと待って。今、建設途中のタイタニック号が見えなかった。むき出しになってましたね。外装剥がれてたよな。さて、早速入っていきたい。なんで死んでんだお前。さあ、早速入っていこうかなと思うんですが、あ、フロントありますね。ノンナってだから。あれ？この子。なんで？さっきから俺の頭にも寄生してたし、別の人に寄生する癖があるのかな。はい、じゃあちょっと、フロント行ってみましょうか。うわー、これはちょっと待って、ローズがいるじゃないか。おい、名シーンできるぞ。僕ジャックなんですかね。いや違う、たけしです。はい、たけしくん、やめろお前ら、ふざけんな。感動する映画なんだよ、タイタニックは。たけしとかお前、ほんと、海落ちときゃ一回。罰則与えましょう、たけしに。はい。落ちていただいて。あー、これ普通に泳げんだ。すごいね。はい、ちょっとこんな感じで、皆さん、ゲームなのでね、いろいろとこうやって体験していきましょう。うん。いや、ほんとにね、でも、タイタニックって僕、結構好きで何度か見てるんですけど、あれ4時間ぐらいあるからね。そう。だけど、この前のさ、置いてかないで。早速置いてかれちゃった。ね。さ、戻ってまいりました。ちょっと別の。うわ、ここだ！すごい！最後の感動なシーンじゃん。ちょっと、これすごいね、作り込み。あ、でも、もうちょっと吹き抜けになってた気がするけど、原作。はい。こっちか。あ、ここや、ここや！え、すげえ！かっこいい！ここにみんないるんすよ。感動してんじゃん、たけし。たけし、綺麗な瞳じゃないから。はい。ここでさ、昔のデカプリオめっちゃかっこいいですよね。ローズ役の方もね、とても美人で。いや、素敵なね、綺麗な物語ですよ、タイタニックは。さあ、そんなね、タイタニック号に今現在、たけし君は乗っているわけですが、はい、完全再現されてんのかなこれ。すげえ、これクオリティ高くねえか。はい、皆様、一応ゲームなんでね、タイタニック号の人たちかわいそうみたいな感じで言わないようにお願いします。はい、なんかそうするとね、戦争ゲームはどうなんだっていうお話になりますからね。ふん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 とかさ、今流行りのふんふんふんとかさ。はい、もう一つだけ名前言うとしたら GTA5 とかどうなんだっていうお話になりますからね。夜になりましたね。結構時間経つの早いんだね。確か氷山にぶつかるのが、夜中だっけ。お前何してんの。もう脱出すんのか。早いな。このボート、いたい。このボートでさ、あれ、ありましたよね。警備員の人と揉めてさ。あそこのシーンもなかなか辛いんだよね。あ、待って、見えた。みんな氷山あったぞ。あれは、ちょっとそわそわすんな。実際にこうやって自分がこう体験すると怖いですね。うわー、あるよ氷山。はい、なんかセリフが流れてますね。あれなんだ、
氷山ってあれですよね、2割しか水面上に出てないという、8割は深海に沈んでんだよね。いやすごいね、これあれですよね、確かこっち側右側のセンターあたりにガリリリリってなっちゃって、そこから浸水しちゃったんだよね、タイタニック号って。うわーもうちょっとでぶつかるぞこれ。大丈夫か、みんな見に来てるね。ちょっとなんかお勉強もできますね、ロブロックスは。おい何してんだお前、ちょ度が過ぎてんぞ、なんだあいつ、とんでもないな、船から飛び降りるなんて、そんなやついんのか。はい、これもう傷が入っちゃいましたね。ああでもバカかあいつらは、バカンスに来てんじゃねえんだよ。5人ぐらいなんかダイビングしましたね、すげえな、頭ぶっ飛んでないと海にダイブなんてしねえだろう。はい、うん、よしじゃあ行きましょう。これはフロント部分なんで真ん中どうなってんだろう、てか今船体傷ついちゃったよね多分。ちょうど船長が寝た時だよね、船長さん寝ちゃったんですよ、運転任せて確かね、うん、そのタイタニックの後編が2回にわたって今週の金曜日に放送されるんですが、皆さん楽しみですね。金曜ロードショーってやっぱワクワクするよね。僕もね、金曜ホラーナイトショーっていうのをね、時々金曜日に放送してるんですけど、過去のね、まとめ動画としてやってるんですけど、こう、なんかちょっとワクワク感というね、そういうので始めてみました。はい。すり抜けんだ、たけし。いやー、すごいなー、これ。ちょっと向こう側、氷山の方行きましょうか。なんかふざけちゃいけないようなステージな気がしますが、なんかこの、たけし君の表情を見ると、すべてが吹っ飛ぶんですよね。はい。後ろ側来ましたね。これは、ここなんだ。広いね。これ、傷入ったんだけど、まだ船体、傾いたりしてないよね。普通に進んでるわ。こっち側は、まだ泳いでるやついいんじゃん。シーパラダイスで楽しむね、お前ら。で、煙突も煙がさっきお昼出てましたよね。夜も出てんだ。煙突登れそうだね。はしごついてねえか、あれ。煙突行くか。はい。ね、ほにゃららと煙は、なんか高いところを好むみたいな感じですが、たけしもね、高いところ多分好きなんで。ね、好きそうな顔してるでしょ、たけし。あ、待って、ゴーって言ったわ、今。海で泳ぐな、お前ら。こんな怖い時に。ちょっと待てよ。上側登ってみて。これなんか解除とかしとけないの？できないですね。洗濯はできそうになさそうだ。はい。ちょっと、バーンって言ったよね、今。銃声？マジ？あっちっかで銃声聞こえた。行くか。警備員さんが暴れてんのかな？どういうこと？てかこれ、あれ？ライフジャケット。あ、装備しよう、ね。シックスパック。たけし、お前、趣味、お前、背中にもシックスパックじゃん。そんないらないもん、6つに割れた腹筋、背中には。ね、甲羅みたいになっちゃう。はい。一応この、やっぱボートのとこで争ってるから、そうだ。再現してくれてんのか、お前ら。ほんと。ちょっと、ゴスロリ警備員じゃないですか。うわ、すごい。大ファンなんだね、多分。このタイタニック号のさ。このボート、暴れ馬のように暴れまくってんな。そして、お前、撃ちすぎだよ。そんな弾ねえだろ。え？ボム？お前、何してんだよ。ボーンじゃないよ。何それ、すごっ、怖っ、殺されんじゃん俺、動いたらダメ今。たけしまずいぞ今。左目が底辺なことになってる。たけし、このなんか黄色いジャーマンポテトという名の角で威嚇してやろうぜ。ほら見ろこのジャーマンポテトの角。ふん、口ほどにもないな。よし、この人は特に嵐というわけではないですね。再現してくれてんだ。うん。暴れ馬すぎだろ、この船。
お前も個人で暴れ馬すんな。やべえぞあいつ。はい。と言ってたら、船が、あれですね、ゴゴゴゴ言い出しましたね。これ沈んでんのか？前から行っちゃってる？あ、待ってこれ。なんか沈んでないように先ほどから見えて、沈んでるのか。だね。完全にこれ沈んでるわ。ちょっと一回、ダイブして、下っ側見てみましょう。たけし？あ、そっか。これつけてるからダメなんだ。下っ側、これ潜れないかな？いや、潜れそうにねえな、今。ダメだ。あれ？潜り方わかんねえ。あー、やっぱ沈んでますね。ちょっとお客様が入る部屋見に行きましょうか。だから、のんなって。なんだそれ。あれ、どれだ？あ、これか。あ！ちょっと待って、部屋行こうと思ったんですけど、これ無理だ。うわ！ちょっと待って、ジャック助けなきゃ。部屋入れねえのか、これ。うーわ、ちょっと待って、怖え音が。え？あ、こっからも入ってきてる。うわ、まずいぞ、たけし。たけし？ちょっとずつ沈むな、お前。これ、部屋の中入れないですね。うわ、ちょっと待って。やっぱ、いけないようになってるんで、ちょ、一応、こっちも確認するか。体力減ってるけど、たけし結構体力あるんで。あ、こっち側まだ水入ってきてないね。うーわ、怖い。いやー、これ、本当に、結構、なんて言うんだろう、グッてくるゲームですね。ゲームというか、ステージですね、ここ。タイタニックって、やっぱ毎回ね、後半になるとね、ほんと心臓が握りつぶされるような感じになるというか、うわ、こんな感じなんだ。でも、タイタニック号を、影響を受けて、タイタニック号に影響を受けて、作られたゲームとかね、結構あるんで、ホラーゲームでもありましたよね。僕、何度か実況してるんですけど、デモ版とか。そう、何してんのお前。ジャックいんのか、ここに。ジャック、いないな。これは、あー、モブかな？多分そうですね。他のオンラインプレイヤーとかではなさそうだ。あー、エレベーターとかあんだ。よくできてんね。すげー、楽しいな。ロブロックスいい。顔みたいになってる。何あれ。向こう側の、あー、そういうことか。すごい、なんかギョロ目で。ここに繋がってんだ。ここってあれですよね。船体の、なんて言うんだろう。火事とかあるとこだっけ？違うかな。これが、記念写真ですかね。一番最初に建設されて、撮った時というか。よし、じゃあちょっともう一回上行ってみましょう。あ、ここはもう、目の前水かな？いや、まだこっち側大丈夫だ。さらに上があるんで、上行きましょうか。とりあえず客室が行けないってこと分かったんで、場所が行けなかったのかな？どうなんでしょう。はい。ちょっとこっち側からだったらいけなかったんで、また外に出ましょうか。暴れるな、お前ら！なんでそんな暴れ馬を操作すんの、みんな。はい、戻ってまいりました。すげえことになってます。うわ、正面部分が。ああ、これってあれかな？ランダムでぶつかんのかな？ランダムな箇所にぶつかるみたいな。どうなってくんだろう？これへし折れるんだよね。多分ですが。この後どうなってくんだ？うわ、ビリビリいってんじゃん。停電すんのかな？そのうち。はい、電気ビリビリはちょっと置いといて、こっち側行けるかな？行けそうなんだけどな。あ、来た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 。はい、登りましょう。これ頂上どうなってんの？はい、ほにゃららと、煙のたけし君ですね。痛い。食らうんだ。一応熱食らうんだね、たけし。なんかそういう暑さとか感じなさそうですけど、たけしは。大丈夫です、皆さん。はい、たけしは暑さとか感じないんで。これで、全体を見てみましょうか。人がいなく、あ、センターが、すごい水入ってきちゃいましたね。はい、再びフロントにやってまいりました。うわ、すげえことになってる。うわ、どんどん、これ、あれですね、入ってきちゃってんだ。外側から。あ、埋まっちゃう。まずい。ちょっと上に行こう。これ危ないぞ。こっち側行き。この船に乗った方がいいのかな？どうなんでしょう。
ちょっとギリギリまで飲んのはやめといて、はい、船もね、定員オーバーでこの船は使えなかったみたいな感じで、このね、客船に残っちゃったんですけど、ボートの個数が圧倒的に少ないだろうっていう。だけど今のところタケシぐらいしか見当たらないな。余裕中の余裕ですね。ただボートを下ろすには何人かの手で下ろさないとダメなんじゃないかな、これ。あ、これはこうやって、あ、下ろせんだ。ここでジャンプするとちょっとずつ下がってますね。やっぱこれ何人かの手でやんないとダメだよ。少なくとも3人、あ、2人いないとダメですね。2人ジャンプして1人が脱出するみたいな感じですね。あ、船乗って逃げる人がいる。マジ？ちょっと俺ギリギリまでここにいるよ。たけしはね、船長っていう気分になってるんで今。この船の船長っていう感じで。助けに来てくれてんのか。ありがとう。ジャックじゃないよ。あの子ジャックって言ってるね。ジャックじゃないんだ。ジャックだったらもう、今頃ちょっと手錠で繋がれてるから部屋で。こうやって船を下ろして、後で自分で逃げるようで、今ちょっと下げてるんですけど、もういいかな？こんくらいで。着水すれば、浮かぶよね。うん。みんなもう、あれですね、準備万端というか。あー、船体、これ正面がもう、今、沈んじゃったのかな？そうですね。あー、なるほど。待って、近くで足音が聞こえる。どっかに人がいる。どこだ、泳いでんな。カツカツ聞こえたんだよね今、気のせいかな。自分の足音と別にもう一個聞こえたんですよ。はい、そろそろこの船は着水するかな。ちゃんと着水したら動いてくれよ。おい、着水したらそれも浸水してんじゃねえか。なんで？もうあっという間に水浸しだよ。ダメじゃん。穴開いてたのかな？あ！ちょっと編集でね、BGM はさっきから流してるかもしんないんですが、今ね、このゲーム音で、あのタイタニックの名演奏が流れてますね。あ、待ってっつってるね、あの子。はい、あの人たちが会話してますが、僕のこと待ってくれてんのかな。こんな暑さ感じない子を。あー、ちょっと待って、やっぱ待ってくれてるわ。これ行った方がいいね。行くわ。すぐ来れた。ありがとう。なんかね、待っててくれたんで、この方たち。この先頭のね、女の子がね、ちょっと待ってってみんなに呼びかけて、一人のプレイヤーがいるって後ろの人が言って、はい、ちょっと降りずにはいられなかったですね。ちょっとこの方たちに身を任せて、一旦は脱出成功ですかね。うわぁ、ちょっとこの曲感動するからやめてくれよ。タイタニックよ、ほんと美しい作品だからね。見てない方は皆さん、お時間があるとき見てみてください。結構ね、4時間という大作なんで、はい。なんかね、ジャックとローズの会話とかもね、ほんと一つ一つが素敵で。どこ行くんだいローズ。はい、ローズなんだね、今更だけど。はい、ローズすっげえ奇抜な髪色してんな。この船を今周回してるんですけど、なんか助けとか来たりすんのかな。はい、激突すんぞお前。小舟で氷山表現すんなお前。うわー、待ってみんな、電気がショートしたよ。そしてあそこ噴火してるというか、なんだろうね、あの泡。そして一人向こう行ったな。マジか。ちょっと俺も行くよローズ、あの人助けなきゃ。はい、あー、ちょっと呼び止めてくれてる、みんな優しいな。ちょっとどうしよう、この子たち痛い気持ちもあるんだけど、なんか向こうから行った方がいい気もするんだよね。行っちゃったわ。よかったよかった。君、何してんだよ。あ、アパ。アパホテル？うわぁ、怖え。あ、煙突が倒れちまってるよ。全部停電した。うわぁ、曲がすっげえクライマックス。たけし、今、逆マイケル状態やめろ。なんか言ってる。言って！すげえ揺れる。
もうあの下部分が破壊されちゃってるんで、あ、折れちまった。え、折れるんだ。どうなった実家は。ちょ、相当危険ですが。あー、こうなってんだ。やっぱ部屋ないなこれ。なるほど。あれ、先ほどの方いなくなっちゃいましたね。どこ行っちゃったんだ。あ、いた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 、いた。煙突部分が全部なくなっちゃったんですけど、これはもう後ろ、あの船の後ろ部分ですよね。はい、船どこ行ったんだ。あ、氷山が結構遠くに見えんね。あれ、みんないねえか。何人かいますね。はい、2人いるわ。船の方たちはどこに行ったんでしょうか。ちょっと遭遇というか会ってみましょう。何してるんだい、そこで。君たち、こんな非常事態に。はい、なんかスパイみたいなやつがいる。あ、俺の背中についてこいみたいなこと言ってる。マジでゴルゴじゃない、君。ゴルゴだったら撃ち落とすっていう気満々だと思うんですけど。はい、ついてきてって言われましたね。じゃあちょっとこっち一回行きましょう。彼についてってどこに案内されんのか。痛い、助けてたけし、ふざけんなお前。やめろ。上行っちゃったのかな。あー、こう行くか。オッケー。あぶない、あぶない、あぶない。こうだ。いや、ちょっと待って、これまずい。これまずいぞ。ほっ、よし、オッケー。そこにいんのか。あれ、あー、待って、さっきのライフジャケットがね、ちょっとどうにか上に登ったんだけど。おら、オラに力を。みんな、みんな、ちょっと置いていかないで。よいしょ。どうなってんのたけし、それ。お前、クライマックスでふざけんな。よかった、一人行っちゃってんじゃん。あ、待って、あいつら何してんだよ、もう沈むっていうのに。完全に消え去ってしまった。はい、ということでタイタニック号から無事に生還できましたが、いや、おい、一人暴れたな。な、何してんだあいつ。ふざけんなよ、おい。ちょっと待って、挨拶途中だった。たけし降りようか。そう。座んない座んない。たけし椅子のとこ行っちゃうと座っちゃうんですよね。あれ、これ潜れないので、あー、こっちか。僕すげえワープしてたな、知らぬ間に。ちょっとこれジャンプね、うまくできないんですよ、この水上で。よいしょ。あー、来た。よかった、踏みつけんな。この下のやつはド M なのかな。はい、いやー、ちょっと最後こやつら暴走してましたが、相当すさまじい体験ができましたね、皆様。いやー、怖いよね。あ、これ救い、あ、なんか向かいの船が来ましたね。こっちに移れってことか。なんで飛べんのたけし。飛んだよね。何それ。たけしお前すごいな。何それ。俺何もやってないですからね、勝手に動くんですよ。あら、あの子も。なんで飛べんのみんな。いやー、向かいの船来た、ありがてえ。おい、何してんだお前。おい、自分踏むな。はい、ということで、あー、ローズ、よかった、奇抜髪のローズが生きてて。いや、怖かった。なんかさ、このステージあんまふざけられないよね。周りのやからがさ、相当ふざけてたんで、ちょっと時々ね、ダイブとかしちゃいましたが、なんかあれですね、ちょっとだけ勉強できるというか、はい、結構シリアスなステージでした。私ですね、普段はもっと超うるさいやかましいステージを実況しているんですけど、
他のね、いろんなステージ見てみたい方、ぜひ高評価、チャンネル登録して待っててください。ちょっとたまにはね、シリアスな雰囲気のロブロックスもいいんじゃないでしょうか。あ、飛ばされた。はい。これで、あ、建設途中の。あ、出来上がったね。これ最初見たのか。いやー。ちょっと感動しましたね。タイタニック見てる方なら、あー、ここはってなりましたよね、多分。あそこのエントランスホールとかさ、ちょっと客室行けないのがほんの少し残念だったけど、まあここでジャックとローズごっこもできたし、よかったね。はい、夜明けが来ましたね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様もぜひこのステージ体験してみてください。金曜ロードショー楽しみですね。お、待って、日が昇ってきた。あー、すげー、神々しい。いやー、タイタニックってさ、いろんな説がありますよね。実際に氷山が当たったぐらいじゃ沈まない船だったのにとか言われてたり、あと地下で火災があったらしいとか、そういう説もあって、そこの部分に氷山がぶつかっちゃって水が侵入してきたみたいな、はい、いろんな説がありますが、皆様はどうお考えでしょうか。はい、ということで、また次回の動画でお会いし、おい！あ、ローズから友達リクエスト来た。